そうだな。ガジ。お。ギヒ。どこに行くかな。おっと。気を張っていけ。おっと。ガジュ。
切られたいものからかかってこい。さて、アイスメイクハンマー、楽勝だぜ。よし、そうか。うん。ギヒ。うん。帰ってきたか。行くぞ。
スメイク、アイスブリンガー、ガリューのゴーラー、切り刻みます、ウォータースライダー、アイスメイク、アイスブリンガー、カッコ、行くぞ、ペンタグラムソード、カリューの安掛け、アイスメイク、アイスブリンガー、カット、行くぞ、ペンタグラムソード、アイスメイク、ハンマー、行くぞ、行きます、よくがけー、行くぞ、ウォータースライダー、アイスメイク、フロア、カット、行くぞ、アクレットオーダー、ガリューのゴーカジュビアにかかればこんなものです。帰ってきたぞ。やるな。さすがだね。守るぞ、テイクオーバー、よし、熱流王子クライ試練爆雷で、行くぞ、いっけー、
少しは手応えがありそうだ。力のぶつけ合いってことでいいのよな。これを使う。テイクオーバー。いっけ。力のぶつけ合いってことでいいのよね。出来上がりっと。またお願いね。
どれを材料にする？出来上がりっと。出来上がりっと。またお願いね。やっやっ。どれを材料にする？
くかな。よし、ここだ。さて次は。競技パートはギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んでブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ。来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とてジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。わあ、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え、ジュビア。はあ、なんでお前と組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、カグラさん。お会いできて光栄です。こちらこそ。ブルーペガサスのイチア殿と組める。私に届くか。カグラさん、これを。あなたの魅力を引き出すパルク。イチア殿。なーに、遠慮などいらないさ。俊足のパルファン。すまない。くそ。
やりにくいったらありゃしねえ。奇遇だな。俺もそう思っていたところだ。アイスメイク、アイスゲイザー。今は耐えるんだ、グレー様。何？アイスメイク、イエス。カグラ、速速のパルパン。だ、助かります。抜かぬ太刀の方。行って。アイスメイク。フロア。アイスメイク。イエス。俺に任せろ。なんだと？メン。マモジア殿。すまない。行くぞ。アイスメイク。アイス。困るな。アイスメイク。イエス。よし。アイスメイク、エンプ。アイスメイク、ハンマー。紳士の演武タッコー。抜かぬ太刀の方だ。アイスメイク、アイスゲイザー。アイスメイク、フロア。アイスメイク、イエス。私に任せたまえ。おお。微笑み。スマッシュ。背中合わせのバトルか。ああ、俺がフォローする。グレイ、お前が決めろ。アイスメイク、フロア。よっしゃ、俺たちの勝利だ。やったな、リアン。ああ、グレイ、腕を上げたな。よし、俺たちの勝ちだ。この私の負け。君が悔やむ必要はない。全ての策。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために視力を尽くし功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよ、んな約束。結局こうなるのね。それでもグレー様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。やるな。
しゃ、行っちゃ行くか。チームの対戦相手はレイヴンテール。毎回邪魔してくる奴らか。そいつは都合がいい。ロクサス、気をつけて。絶対何かしてくるはずだから。ロクサス、頼むぞ。ああ。
VS レイヴン・テイル、アレクセイ試合開始。こいつは何の真似だ。1対1の試合じゃなかった。全部叩き潰してやる。話にならないな。幻なんか関係ねえんだ。今ここで現実のてめえを片付けて終わりだ。それは無理。そんなことだろうと思ったぞ、クソ親父。本当に知らねえんだけどな。ま、なんでもいい。まとめてかかってこい。マスターの敵は俺の敵だからよ。俺の勝ちだ。
んたの目的が何だか知らねえが、やられた仲間のけじめは取らせてもらうぜ。俺の家族はフェアリーテイルだ。家族の敵は俺が潰す。ナルミカズチ。使ってたみたい。私たちには別の映像を見せて大勢でラクサスを襲ってたんだと思う。だがラクサスは一人でそれを全部倒しちまった。そっか、ともあれラクサスがウェンディとルーシーの敵を取ってくれたんだね。お知らせします。興味の結果、レイヴンテイルはマスターの出場人数違反で失格となりました。レイヴンテイルの大会出場権を3年間剥奪します。これで奴らからの嫌がらせも終わるといいんだが。この魔力、エルザも気づいたか。この会場内からマガマガしい魔力が漂っている。俺は、私も行こう。相手がゼレフ絡みなら一人は心配だ。ありがとう、エルザが来てくれて嬉しいよ。仲間として心配という意味であってな。私を仲間と言ってくれるのか。仲間だ今はな。お前はミストが。そうだな。向こうだ。向こうから魔力を感じる。急ごう、正体を確かめるぞ。
まない、急いでいたんだ。こいつじゃない、もっと先だ。ミストガン、マスクが。え、ジェラール。違うんだ、こいつはミストガンで。大丈夫か、救護班を呼ぼう。触るな。ジェラールは仇、殺す殺す。ジェラール、貴様は許さん。待て、カグラ、これは違うんだ。黙れ、切る。ボウの肩。くっ、天体魔法フレアです。上等ベニザクラ、エルザスカーレット。ジェラールをよく知る者。やはり貴様もジェラールの仲間か。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。まだだ。急来進。関東天輪の鎧サークレット。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、守る。エルザ・スカーレット、覚悟せよ。の方、急来進。カント天輪の鎧サークレット。邪魔をするな。エルザ・スカーレット、行くぞ。カント天輪の鎧、覚悟しろ。サークレット、眠れ。行くぞ。五重魔法陣ミカグラ、カントミニティース、決める。アビスブレイク、たわいもの。こっちだ、こっち。早く止めてくれ。このままではまずい。今はに、お、ジェラールが。もうよい、落ち着いた。分かっている、もう大丈夫だ。すまない。危なかったな。あれはマーメイドヒールのカグラ三日月。俺のことを知っていた。それにあの目、本気で俺を殺そうとしていた。ジェラール、俺の過ちが生んだ犠牲者か。殺されてやればよかったかもしれん。バカを言うな。エルザ、お前は確かに罪人だ。だが私は許した。お前は己の過去に向き合い、必死に悩み苦しんだ。だからこそ罪滅ぼしにクリムソルシエールを立ち上げたのだろう。ならば最後までやり遂げてみせろ。甘えに惹かれ、途中で投げ出してはいけない。エルザ、すまない。お前の言う通りだ。軽い気持ちでクリムソルシエールを始めたわけじゃない。
世界を厄災から守るためにあの魔力を追う。俺は行くよ、エルサ。ジェラール、罪とは簡単に。レイヴンテイルは失格。これでライバルは一つ減ったことになるな。私たちは今日勝利してポイント獲得。ようやく上が見えてきたわね。問題はセーバートゥースですね。うん、奴らを倒さないと優勝はない。逆に言えば奴らを倒せば優勝だろ。燃えてきた。そう単純でもないけどね。あれ、エルザどうしたの？いや、なんでもない。ジジイ、ルーメンイストワールってなんだ？イワンから聞いたのか？欲しがってるようだったな。まったくあのガキは。フェアリーテイルの闇とか言ってやがったぞ。闇ではありません。初代ルーメンイストワール、これは我がギルドの光なのです。初代いけませんぞ。分かっています。これはギルドのマスターとなった者しか知る権限がないもの。変なもんじゃねえなら別に詮索しねえよ。ありがとうございます。しかしイワンのやつはどこでその情報をつかんだのか。プレヒトでしょうね。まさかプレヒトが闇に落ちるとは。私の浅はかな人選の結果が情報の漏洩を生んだ。いいえ、初代のせいではありませんぞ。私のせいです。私が。ラクサス、あやせ、ほれ。ハードル高すぎんぞ、それ。通常の競技は今日までね。明日の休みを挟んでの最終戦はルールが違うみたい。最終戦か、どんなことやるんだろう。演目上は大魔刀演武と書いてあるわね。最後といや、全員参加のバトルロイヤルか。ルールなんて関係ねえ、全部勝つ。私は大丈夫です。それよりセイバートゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな、
お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているものだ。